ダーチャーハオ、オーチャースニーカー。ということで、本日も始まりました、スニーカーの、のーなーい。はい、ということで、本日の企画はですね、1月後半発売、ナイキスニーカーズゴー!Nということでね、はい、新年3発目の動画ということで、久々のね、ナイキ速報になります。前回と前々回はですね、僕がすっぽかしてしまって、ナイキ速報をしてないというね、まさかの事実なんですけど、まあ、今回はですね、1月後半から、来年の1月までぶっ飛ばしていきたいと思います。すいません。ここで一つ宣伝なんですけど、インスタグラムでですね、サブスクリプションっていうのをね、解説したので、まあ、ぜひね、購読していただくと、超お得な情報とかね、定価販売とかね、スニーカー、激レアスニーカーの定価販売とかしていこうかなとか思ってます。今ならまだ数少ないので、まあ、毎月1回ずつね、スニーカーをですね、定価販売しようかなと思ってます。サブスクリプションの方限定で、はい、買いすぎてしまうのでね。はい、ということでね、まあこんなぐちゃぐちゃ言っとってもしょうがないので、オープニング、ほい。いやー、オープニングいけるかな、サブスクリプション全然増えへんな。いやー、オープニング、レッツゴー!レッツゴー!ふっ、ふっ、えいやー!今日はめちゃくちゃ寒いです。レッツゴー!はい。ということで、オープンの方から戻ってまいりました。まず1月後半、一発目、1月17日からはこちら、ジョーダンエアーシップ PESP サミットホワイトディフェスドブルーということでね、エアーシップでございます。僕はですね、このエアーシップね、まだ履いたことないので、履き心地がわからないんですよね。結構ね、セールとかこんな感じになってるんですけど、まあ、毎歳 28.5 あたりはですね、枯れてしまうんですよね。ですので、なかなかまだ履いたことはないんですよね。結構いい色ばっかり出てるので、まあ、一足ぐらいは欲しいなって感じですね。スニダンの相場見てても、まあ、定価以下で売ってることがあるんで、まあ、スニダン3で買ってもいいんですけど、まあ、ちょっとね、一次流通で買いたい部分はありますよね。何されてるかわからないんで、二次流通は。はい。まあ、それは冗談なんですけど。まあ、履き心地の方はですね、AJ1 のプロトタイプということで出たスニーカーですので、まあ、大したことはないと思うんですけど、でも履いてみたいですよね。はい。まあ、こちらはね、カラーリングもいいんですけど、こちらもプレネ良さですね。プレネ、なしさせていただきます。ということで、次同日1月17日からは、こちら、エアジョーダン1ミッド、ブラックセメントグレーということで、ブラックセメントの AJ1 ミッド、今までありそうでなかったですね。ブラックセメントといったらね、ナイキのね、定番カラーというか、もうこの伝説的なカラーなんですけど、なかなかなかったですね。AJ3 と AJ4 ではね、採用されてて、2月の17日にも AJ4 の似たカラーがね、復刻されますね。はい、まあ、かっこいいですけど、こちらはですね、ミッド系なので、まあ、プレネつかないですし、まあ、数がバカほど多いので、全然大丈夫ですね。セールまで待って、買った方がお得です。はい。と思ってます。セールまで回ると思います。はい。まあね、お金ある方とかどうしても欲しい方はね、買ってみてください。ABC マートで買えるので、ポイントかましていった方がいいです。はい。ということで、こちらのプレネ良さプレネ、なしとさせていただきます。ということで、次同日1月17日からはこちら、ダンクローレトログレイフォーグ来ました。こちらは再販情報でございます。はい、再販のグレイフォーグですね。これはね、前世紀はですね、2万円ぐらいね、プレってたね、すごいね、まあ、争奪戦になるようなスニーカーなんですけど、残念ながらね、もう今回、再販に伴い、そして定価がね、15,300 円ぐらいまで上がります。高えよ。ダンクってね、12,100 円だったんですよ。皆さんご存知だと思うんですけど、それが15,300 円でどうなってますの?はい。もうね、ダンク欲しいって方はね、もうセールでしか僕はね、もう手出さなくなりましたね。皆さん今でもダンク好きですか?まあね、ナイキの意向としてはですね、ダンクを定番化させたいので、まあパンダダンクもいっぱい出し続けるんですけど、値上げはちょっとどうなんやろうって思います。はい。ということで、こちらのプレゼントはプレゼント、ナイスさせていただきます。ということで、次 !1 月18日からは、こちら、エアフォンポジット1の紫でございますね。はい。こちらですね。ポジットファン、待望の一足。2017年以来の復刻ってことでね。2017年、こちらですね。2017年はね、もう今、こんな価格で取引されてるんですよね。これ、手出せないですね。ですので、まあ、ここら辺のね、欲しかった方は、もうかなり朗報ですね。今回が、定価が 33,300 円ってことでね。高いよ。なんでこんな上がるんですか?これもう原材料だけじゃなくて、多分ブランディングで上げてますよね。はい。まあでも定価が高いですけど、プレネでね、2017年の買うよりマシってことでね、まあここはこちらですね、人気だと思うんですけど、まあ、定価が高すぎて完売しないみたいな形になると思います。はい。普通にね、昔の値段やったらね、完売してたと思います。ということで、こちらのプレネの人はプレネ、ラストさせていただきます。ということで、次 !1 月19日からは、こちら、ジュニアのジョーダン3のヴィンテージフローラルってことでね、ジュニアの AJ3 ってことでね、もう最初からサイズが25センチしかないんかな ?25 センチ以下しかないんですかね。はい、まあ可愛いですね。履き口にですね、花が散りばめられてる。
ようなスニーカーなんですけど、いいですね。これな、梅かな、はい。まあ、ジュニアなので、どうあがいても足に入らないので、まあ、メンズの方はね、無関係なんで、まあ、お子様いる方とかね、履かしていただいたらどうですかということでね、こちらもプレゼントするんですが、プレゼント、なしで予想させていただきます。ということで、次同日、1月19日から3色、こちら。エアジョーダン1ローゴルフのホワイトガム、ブラックガムとウルフグレーガムということでね、AJ1 ローのゴルフの3色展開でですね、まあこちらね、ゴルフシューズは結構ね、生産数自体が少なくて、まあ実は毎回毎回入手困難になるようなスニーカーでございます。はい。まあ僕のこれ勝手な予想なんですけど、3色の人気から予想いきまーす。はい。グレー、黒、白の順番で人気だと思う。やっぱ一番人気は白ですね。はい。まあその次黒。で、グレーがね、グレーって結構人気のカラーなんですけど、ちょっとこのグレー暗くてね、なんかダサいですよね。このグレーダサ、ジジ臭い。はい。ですね。まあこちらはですね、ゴルフシューズということで、僕 AJ1 ローのゴルフ持ってるんですよ。これ同じ形なんですけど、色違うんですけどね。街でも履けるぐらいの感じです。あんまりゴルフ感ないんで、まあこのカラーが気に入った方はね、買ってみてもどうですかという感じでね。あとこれついでに僕はゴルフしないからわからないんですよ。ゴルフした人に聞くと、やっぱジョーダンで一番何履いてるかっていうと、皆さんゴルフ中、ラウンド回る中だと12らしいです。はい。豆知識でした。でもですね、まあ全体的にあまり跳ねないと思うので、まあプレネ予想はだいたい3000円までぐらいかな、ついても3000円までだと思います。ということで次、同日1月19日からこちら、ナイキ SB イショット2ということでね、こちらはですね、プロスケーターのイショットウェアの、2代目のね、シグネチャーシューズ。まあ、こちらはですね、90年代を象徴するバスケットボールシューズにヒントを得たナイキ SB ということでね、バスケとね、SB ということでね、そこから着想を得たみたいですね。まあ、イショットってみんな誰やねんと思ってると思うんですけど、イショットウェアとナイキ SB のコラボでね、こちら、ライトオリーブのね、これがね、若干プレについたんで、ここでね、知名度バンって上がりましたね。それまではイショット誰みたいな。まあ、スケーターされてる方々はね、ご存知だと思うんです。伝説的なスケーターなので、でも僕たちスケーターをしてない方々はですね、もう誰みたいな、イショット誰みたいな感じなので、まあ今回で知れたということでね、まあそんなイショットのセカンドシグネチャーモデルがスケショっぽくないですよね。これ見た目はね、なんか本当にバッシュみたいな見た目でございます。はい。まあこちらのプレネ予想はだいたいついても1000円までかな、まあつかない可能性の方がかなり高いです。セールもあるかもということで、次、続きまして1月20日からはこちら、オフホワイトとナイキとエアフォースワンミッド SP の、グリムリーパーということでね、このグリムリーパーと死神という意味らしいですね。11月の後半にですね、オフホワイトのオンラインではですね、まあ去年の話なんですけども、これ販売してて今もまだ余ってます。はい、余ってますね。まあこの白黒ということでね、かなりいつもの、オフホワイトに比べてね、履きやすめの、カラーリングですね。いつもはね、なかなか原色系が多かったので履きにくいなみたいな、エアフォースワンの方はですね、はい、履きにくいなって感じだったんですけど、まあこれ履きやすいですね。まあでもこの死神っていうのもね、結構ファッションに取り入れてる方とかが多いので、まあこれもいいんじゃないかなと思っております。はい。まあまだオフホワイトのオンラインでも余ってるので、こちらのプレネ要素はプレネなしとさせていただきますということで、次、続きまして1月27日からはこちら、ウメンズショックス TL プラチナムティントってことでね、最近はですね、こっそり、いや、猛烈なショックスブームが来てるんですね。まあ、定価がですね、だいたい全部2万5千円台と高いはずなのですが、まあ、バンバン売れてるみたいです。前回のね、この一番最初に発売されたというか、もう、一番定番からの白黒はですね、再販分も結構、結構いい速度で売れて、もうバンバン売れてますね。で、黒なんかね、プルネバチコーンついててね、もう見つけたら買うみたいな方たくさんいます。はい。まあ、ウィメンズなので、ウィメンズサイズはね、もちろんやっぱりメンズサイズが値段つきますよね。まあ、今回のですね、こちらもね、白ベースに赤ということでね、まあ結構履きやすいような、なんか見たことあるような、シュプリームのような感じなんですけども。はい。まあ、つくとしても、メンズサイズがプレネつく感じなんですかね。まあ、ショックス全部がプレネつくわけじゃないので、まあ、白ベースもしかしたら弱いかもしれないです。はい。こちらのプレネ予想はだいたいプラス1500円まで、ついても1500円まで、と予想します。ということで、次、同日1月27日から、今月ラスト一足、こちら、ジョーダン3ミッドナイトネイビー。はい。まあ、落ち着いた色でね、とにかくコーデに取り入れやすい AJ3。僕もね、こんなカラーのね、AJ3 欲しいんですけど、やっぱいかんせん定価が高いもんで、で、AJ3 あんま人気ないので、まあ、セールまでもあるんですよね。ですので、こちらはセールまで待ちたいです。まあ、これね、いいですよね、カラーリングが。これスーツとかにも履いてもおかしくないんじゃないかな。ちょっとヘッドコーチ感出るかもしれないんですけど、はい。まあ、AJ3 好きにはたまらない一足ですね。はい。まあ僕の予想的にはセールにね、1万2000円、1万3000円ぐらいで買えたらめちゃくちゃ嬉しいです。はい。ということで、こちらのプレネ予想はプレネ
なしとさせていただきます。はい、ババーンと1月後半発売のスニーカーを紹介していきましたが、皆様何か欲しいものありましたか？いや、なかなかね、ちょっと欲しいのがなかったって思われる方も多いですよね。本当に、これっていうね、1月後半はなかったですね。やっぱセールシーズンなんで、あまり新しいのは出ないんですかね。ちょっと久々にアウトレットでも行ってみたいと思います。はい。まあ僕的には AJ3 がセールで買えたらいいかなって感じなんですけど、まあ本当にそんな感じでした。はい。ということでね、まあ取捨選択していきましょう。ということで、今回の動画が良いと思った方がグッドボタン、終わりと思った方がバッドボタン、そしてもっとスニーカーの脳内を見たい方はぜひチャンネル登録お願いします。いやー、今日も早くなりました。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。耳心地のファイルない。フルはもう言い訳にしない。バイバーイ。